山岸秀太郎の情報局の切り抜きの方、いつもお世話になっております。こちらこそお世話になっております。仕事前に早朝トレをしているのですが、トレ1時間前にバナナとプロテインしか飲んでいないですが、カタボリックが心配です。あのね、これは俺もよくやるというか、結構朝早い時は何も食べないでやってる時もあるぐらい。なので、それほど気にする必要はない。ね。なので、まあ、前日の夜に食べてるわけじゃない。で、それがちゃんとグリコーゲンとして、体内、まあ、新陳代謝もあるので、寝てる間にね、グリコーゲンが少なくなるということはもちろんあるけれども、バナナとプロテイン飲んでやれば、カタボリックは大丈夫です。まあ、俺は大丈夫ですって言ったら、安心してできるかな。俺もやってるからね、これね。